はい、皆さんどうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。僕です、ダイダラです。さあ今日からやっていくゲームはこのゲーム、ドラゴンクエストモンスターズイルとルカの不思議な不思議な鍵、いきましょう。いくぞ。ね、このあの BGM って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 ちょっと音程が合ってないけど、なんかすげーワクワクするよねこれね。えやばすぎ。スクエアエニックス、なんかシンプルゲーム。セーブしてます。あ、セーブいきなり始まった。難易度もいい感じなんだ。ちょっと楽しみだなそれは。うわー、びっくりした。びっくりした。めっちゃビビゲームでかかった。ごめんごめん。びっくりした。うわすいません、ほんとすいません、ほんとびっくりしました。ほんとすごい位置も大きいですね。それじゃあ始めていきましょう。はーい、ドラゴンクエストモンスターの世界へようこそ。ね、まずはあなたの分身ね、分身を決めてくださいね。なんで昔ね、あのゲームボーイアドバンス版ではね、ドラゴンクエストモンスターズイルとルカって、イル版とルカ版とね、なんか2つのバージョンが発売されたんですよ。僕はね、あの兄がいてね、兄がね、イルくんで、僕がね、ルカちゃんっていう感じでやってたのでね、昔女の子やったんですよ。だから今回はね、やっぱり男の子で始めていきたいと思います。いや、女の子可愛いの分かる分かるが、僕ロリコンじゃないのでって今選びそうだったけど、あ、逆だった僕。え、女の子がイルだった。え、まああ、今インフルエンザなんで僕、ちょっと、インフルエンザかかってるのでね、ちょっとあの頭がちょっとおかしくなってますので、そこら辺ご了承ください。さて、皆さんはね、僕のこと、ね、今日皆さん初めて見る方は覚えていってください。僕の名前は、ダラですね。どうぞよろしくお願いしまーす。始めていきましょう。よし。さあ、次にあなたのパートナーとなるモンスターを、ね、作成しました。モンスターとなる、あ、パートナーなとなるモンスター、モントナー。何これモントナーって、すごいなあ。モントナーね、なるほどね。あ、いたいた。俺も子供の頃モントナーで遊んだわ。ちょっとよかったね。いきましょうか。さあ、まずはモントナーの見た目を決めるための見た目の作り方を選んでください。は、どういうこと。とりあえず初めから自分で選ぼうか。何モントナーって。え、空飛ぶかっこいいモンスター、格闘スタイルのかっこいいモンスター、気高く強そうなモンスター、どっしりとした強そうなモンスター、武器を持った可愛いモンスター、スライムっぽい可愛いモンスター。え、スライムがいい。みんなねえ、やっぱ俺もスライムがいい。俺もスライム、我もスライムがいい。行きましょうか。一回スライム言いましょうかね。いや、こういうのもうちょっと可愛くない。スライムっぽいけど、スライムっぽいけど、可愛くない。いや、可愛くない。いや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 、待て、あ、可愛い、これは。これかわいい。あ、これいっちゃ普通だ、これ。なんだこれ。さあ、皆さん、どれがいいですかねえ。ちょっと。なんだこれ。ねえ。すごい。うわあ、動き出した。うざい。ねえ、スライム以外も見れる？じゃあ、一回見ときましょうか、皆さん。じゃあ、武器を持ったモンスター。ああ、かわいい、これ。武器を持ったかわいいモンスター。え、かわいいこれ。あ、すげえかわいいこれ。ええ、か、まだま、武器持ったかわいいモンスターはなんか、え、すごいいい感じ。これちょっとキモい。え、いや、な、これ、な、ドラクエかこれ。気持ち悪い。カラオケでマラカス振ってる人です、これ。あ、気持ち悪いこれ。なんだこいつ。ねえ、どっしりとした、まーって、かっこいいこれ。やばいこれ。やばい、ちょっとこれ、ぶっさいく、ゴリラじゃねえか、おい。違う、なんかこの中に一匹ゴリラがいまーす。かっこいい。やばい、かっこいい。ちょっと、ぶっさいく。やばい、あ、かっこいい。
エネゴリくんがいたよね、なんか。かー、やばいこれ、めっちゃかっこいい、ウィンディーネっぽい。やばい、超強そう。強そう、強そう。なんか、うわー、やばい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 。めっちゃ強いって、これ。かっこいい。わー、やばいよ、全部強そう。強い、強い、強い、強い。ちょっと待って。どれにしよう。どれにしよう、これ。悩む、悩む、全部かっこいい、これ。格闘タイプのかっこいいモンスター。あ、かっこいいこれ。なんかキングレオとなんかタイガーなんとかってあいつが混ざった感じねえ。こんなモンスタードラクエにいないだろう。でもまあ強そうですよ、格闘タイプ。ねえ、全部いい感じですね。あ、なんかスライムだけひどい。空飛ぶモンスターですね、次が。やばいやばいこれ。超やばい。でも空飛ぶなんか安直だよな。安直だよな。さあ皆さんは、どれがお気に入りでしょうかねえ。どうしようかな。やっぱスライムがいい？武器タイプがいい？ねえ。まあなんかインパクトあるって言ったら、まあ武器とかスライム、スライム。みんなスライムが好きですか？じゃあスライムからちょっと選びましょうか。あ、やっぱみんなスライムにしたんだねえ。じゃあスライムの正直言って俺これお気に入りなんだけど。これ可愛くない？ちょっとなんか横姿すげえダサいけど、これかっこよくない？みんなこれかっこよくないねえ。これかっこよくない？これかっこよくない？これわかるよね、これかっこいいよね。なんかすごい強そう、強そうねえ。1番がいい？ 1 番がいい？この落ち武者スライムっていうのかな、落ち武者ね。じゃあ落ち武者にしましょう。あ、頭変えられるんだ。あ、なんだ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 、ここから変えられるんだね。なんだ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 、落ち武者から変えられるんだ。顔変えられるんだ。顔変えられる。なんだこれ。なんだこれ。なんだこれ。の乗り物とか乗れるの？やばい、この乗ってない感。乗り物なのに乗ってない。すごいすごいすごい、この合体してない感がある。すごいすごい。あ、これ似合ってる。これなんか似合ってるぞ、これ。でも乗ってないぞ。乗せられてる感がある。なんだこれ。あ、色も変えられるんだ。白貴重でいいかな。にぎやかしとか、あ、なんかいっぱいある、いっぱいある。いや、いや、これはこれでしょう。これでしょう。どう考えてもこれでしょう。お化けでしょ、これ。落ち武者でしょ、これ、どう考えても。いや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 、これ以外ありえないだから。呪われてるんだが、基本的に呪われてる。さあ、炎の色ちょっとね、変えましょうか。青系がいいかな。何色にしようかな。人玉ってなんか水色っぽいから、これにしようか。ね。これどう、みんな。俺の相棒すごい強そうだよね。これかっこいいねえ。それじゃあやっていきましょう。モントナの見た目これでいいですか？本当にいいのか、本当にいいのか、これでこれでいいのか。もう変えられない可能性が高いぞ。いいのか。いいです。さあ、でオスかメスか、メスの方がいいよね、みんな。やっぱ女の子の方がさ、オスかメスかって言われたら、なんかメスの方がなんかすごいワクワクするよね。うん。で俺は女の子にします。やった。さて、最後に、モントナーの性格を選びましょう。成長した時の強さが変わります。
どうしようかな、生活苦、普通、頑張りや情熱家、勇敢、負けず嫌い、積極的、冷静、積極的な女の子とかやばくない？俺ちょっと興奮しちゃうんだけど。いいよね、みんな。これ積極的でいいよね、ほんと。あ、情熱的？え？いや、どうしよう、どうしよう、どうしよう。どうしよう、これ。え？どうしよう。どうしよう、これ。え？やばい、やばい。ちょっと、積極的に行くべき、見るべき。なるほど。負けず嫌い、防御力が高いだって。積極的、MP と素早さが高い。情熱家、MP がとても高い。なるほどな。普通かもなく、不可もなく、頑張りや、ヒットポイントと守備力が高い。ああ、なるほどな。ね、頑張り屋がいい、ヒットポイント、守備力が高い。確かに、防御力は確かにいいからな。大事だもんな。そうだもんね。攻撃力と防御力が高い。俺、脳筋だから、やっぱ脳筋がいいかなって思う。ね、脳筋でいいかな。これでいい、みんな。攻撃力と防御力が高い的なやつで。まだんてするの？もう脳筋でいいじゃん。もう考えずにね、適当に殴るだけでいいんだよ、俺は。さあ、勇敢なモントナーになりました。攻撃力と守備力が高いモントナーに育ちそうです。あ、モンスターですね。さあ、これであなただけのモンスターパートナー、モントナーが完成。これでこれから始まる冒険の中で、このモントナーが仲間な時は、どうか大切に育ててあげて。行きましょうか。さあ、今から始まる冒険が、どうなる？おー、やばい。スクエアエニックスプレゼンツ。ドキドキしてきた。堀井雄二。鳥山明。やばいやばい、どうしよう、どうしよう。杉山浩一。あ、かっこいい。あ！これ、あれだ！なんかで見たことある。スーパーライトで見た、俺。なんか黒いやつもいる。なんか襲われてる。なになに、卵持ってんのか、こいつ。どうなるこれ。ミラボレアスみたいな名前。そうそう、それそれそれ。あ、ミラクリア、それだそれだ。あ、なんか襲いかかってきた。うお、下降りたぞ。さあ、どうなるこれ。なんか船行きましたね。ここに俺がいるんでしょうか。この卵も預かるのかな。ちょっとコメント臭いので消しときます。こら、あ、船の中で食べ物つまみ食いにしたらダメって言ったでしょね。あら、すいません。あ、え、イルルが両方いるんだ、これ。まったくもう。ね、あの子たちたらいたずらばっかり。船旅にもうそろそろ飽きてきたのかな。ところでお兄ちゃんどうしたの、ボートなんか空見て。モンスターマスターの顔と考えたでしょ。いや、そんなこと考えてなかったんだけど。君が可愛いなって考えてた。あ、どうしよう。いきなり告白。あ、すいません。本当でも、顔に書いてあるよ。モンスターマスターになりたいって。魔物と心を可愛らしい。魔物と共に冒険する。いいよね、モンスターマスター。やばい、やばい。え？裸、上半身裸でね、平然と歩いてるぞ、こいつ。ね、おお、お前たちも、マスターになりたいのか。これ、お父さん？え？ちょっと待って待って待って。え？俺の将来これ？やだ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 。これから行くマルタの国で、父さんが魔物たちの牧場を開くのは知ってるよな。牧場手伝いながら魔物たちのことを勉強すればきっと立派なマスターになれる。え？これさっきのゴリラじゃん。え？ちょっと俺モントナーこいつにしちゃったかな。違う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 。見えた！マルタの国が見えたぞ！え、マルタの国ってこんなだったっけ？なんかもっとさ、おっきい木の国じゃなかったっけ？ねえ。なんかイメージが違うね、昔のゲームボーイ版と。よし。主人公もよく見たらダウンの下から何も着てない。いや、そういう素質がもう、ある。ねえ。主人公も、上着、薄いの一枚だけ。ね。将来は裸さ。辛い。あ、可愛い二人とも。おー、終盤で脱ぐ？嘘だろ？さて、ドラゴンクエストシリーズ、おなじみのハトがいますね。そろそろ聞きますよ、BGM。
来ない。あ、これは小さな島国マルタにやってきたある兄弟の不思議な不思議な物語。あ、カモメだ、ごめん。あ、来たぞ。さあ、ドラゴンクエストモンスターズ2イルトルカの不思議な不思議な鍵やっていきましょう。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。あれ BGM ないんだな、あの手なんかドラゴンクエスト BGM ね、島国になってるよね、びっくりする。あ、初コメです、ありがとうございます。よし、さあどうなる。なんか俺が思ってたイメージと違うな。なんかイルルカどなただっけ、コナだったっけ、島国の中をなんか歩いていくゲームだったっけ。これは完全にリメイクされてんのかな。なんかよくわかんねえな、ここは。なんか可愛い女の子いる。あ、モンスターめっちゃいるじゃん。え、どうしようかな、モンスター。どんなモンスター育てよう俺。結構変わってるんだ。そうなんだ。あの 3DS 版のテリーのワンダーランドも結構変わってたもんね。うん、おまけストーリーが完全変わったもんね。あ、クリア後のストーリーとかなんかそんな感じかな。こんな立体的じゃなかった。わかる、飛び出してくるもんね今回の。どうしよう、スライム系で固めよう。なんか今回新しくもっとでかいモンスター出てくるんだっけ、スーパーでかい級ってやつ。わかんねえ。よし、二人ともゴリラになるのか。いや違うからね、イルちゃんきっと可愛くなるから。それじゃあ二人とも、父さんと母さんはマルタ王のところへ挨拶行ってくる。この辺の土地は慣れないことが多い、危ない真似はせず留守番しろ。うん、いってらっしゃい。4枠モンスターやっぱ出たんだ、ついに。ワクワクするね。しかし、うちの牧場クリーン招くとはマルタ王も、なかなか見る目があるな。G サイズって言うんだ。あ、スライムだよっすー。でかくない？よう、大だろな。すげえ慣れ慣れしいんだけど、このスライム。長い再びご苦労だったな。超 G サイズって言うんだね。あ、なんだその顔、さては俺のこと忘れちまったな。俺はこの牧場の番、スライムスラッシュ。困ったことがあったら俺に相談しな。さあ、いつまでもしけた顔しないでいると遊んでこい。じゃあな、あいっす。すげえ、なんかすげえ頼れる兄貴って感じする、このスライムから。どうしよう。あ、どうぞ、お前痛そうだな。ねえ、マルタの国がポカポカして暖かいな。僕にはちょうどいい暖かさだよ。ねえ、マルタの国にはいたずら好きの精霊がいるんだってさ。ねえ、悪なんとかって言ったっけ。ねえ、悪坊だよね、確か。ね、ワルボーは確か今、セブンイレブンで先行配信してるんだっけ。ね、皆さんもセブンイレブン行ったらワルボーもらえるので、ぜひとも行きましょう。よし、十字ボタン押してみ。うわー、叫び出した、気持ち悪い。あ、何このアクション。やばい、楽しそう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 。楽しそう。いいぞー、いいぞ、始まるぞー。いいぞ、ピー。よし、さて、さあ、ダイダラダンシングも終わりにして、ね、このアクション使うの？あ、アリだ。引っ越したばかりで仲間が少なくて寂しいアリであります。あ、軍団アリさんですかこれ、ね、あ、踏んじゃいそう。さて、イルはどこにいる？あ、うん、どこにいるんだろうね、本当。いないね。なんか調べられる、こことか。あ、調べらんない、ここ寒い。え、ん？お父さんが気まぐれで買ってきた大きな壺が置いてる。かわいい！かわいい！大木槌と、モーモンちゃん。いいよね、ほんと。なんか、モーモンってさ、ドラゴンクエスト9からだっけ、登場したキャラクターにかかわらず、もう、ドラゴンクエスト界ではすごいかわいいキャラモンスターとしてね、なんかすげえ地位を得たよね。やるじゃん。よし。かわいいぜ。よっしゃ、行こうか。大木槌の人形欲しい。わかる！めっちゃいいよね。大木槌はかわいい、マジで。え、あ、これって壊せないんだ、タルとかって。てか、イルはほんとどこ行ったんだろう。はい。どこ行くんだ、タイダラ。父ちゃんから留守番頼まれたろ。ほら、さっさと牧場戻って、イルと遊んでこい。牧場へ行けってことか。じゃあ、牧場行きましょうか。牧場どこでしょう。ねえ、とりあえず、下画面のマップ見ながら、見ていきましょう。あ、いた！オス、どうした？今回、壺のみなんだ。ありがとうございます。やっぱり思った通りね、どうした？何思った通りな？あ、お兄ちゃんこれ見てよ。ね、ここから牧場の外に出て、と、え、島の周りを歩けるみたい。ダメダメダメ、行ったらダメだよ。留守番だろ、今。ねえ。ねえ、お兄ちゃん、お父さんいない、探検してみない？いいよ。デートってやつですかね、これ。どうしよう。
ありがとうございます。うん、それじゃあ早速探検に出発。やったー。待ちだ。あや、誰だ。あ、スラッシュだ。ごめん、許してよ。頼む頼む。うん、スラッシュじゃないか。どうした。もしかして父さんにバランス気じゃ。ふ、牧場のバンドスライムであるこの俺がそんな野暮なことするわけねえだろ。いいやつじゃんこれ。その冒険心、俺にも覚えがある。だがこの先は野生の魔物の匂いがする。お前たち二人で行くのは無謀だから俺がついてってやろう。マジか。いいやつじゃんこのスライム。ありがとうございます。さあ、スラッシュが仲間になった。あれ、さっきのあのモントナーってどこ行ったの。みんなモントナーってねえ、思いがけない仲間ができたね。スラッシュお兄ちゃんについていくみたい。それじゃあ今度こそ探検に出発。行きましょう。もうちょい後なんだモントナーは。はい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 。モントナーってどうすんの。マジであのついてくるのあいつが。ちょっと気持ち悪いんだけど。あ、さあ始まりました僕の冒険。さあモンスター出てくるのかな。今回もスカウトアタックとかでモンスター仲間にするんでしょうか。あ、いいね BGM。 さあシンボルエンカウントでしょうか。これ何、これカービィにいたってこんなやつ。これって初登場のモンスターかな。これあれが野生の魔物だ。触ったとたかん襲いかかってくるぞ。よし、まずは魔物の戦え。いや、勝てんのスライム。お前食われるよ一口で。おいしい。さあ戦ってみよう。さあ薬草2個ゲットして、タックルじゃー。ゲームボーイ版いたっけこんなやつ。さあデビルパインですね。いきましょう。戦うか。命令ではいいよね。とりあえずよろしく。いけ、攻撃ドン4。いいぞ。いいよ、攻撃し、反撃してこない。殴れ。いいぞ3。まだ生きてる。痛い痛い、やめろ2。大丈夫、体力30ありますのでね、問題ありません。いけ、うい13。お前強いな。オッケー。さあなんか戦闘勝利の BGM ないよ。デデ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 デ、なんか違う。あ、さあレベルアップです。ごめん BGM ちょっと、なんかこのゲーム SE とかの音量バランス悪いぞ。どういうことだ。あー、また耳が、耳が、ごめん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 、よいしょ、よし。だが基本的には今日のとも野生の仲間も魔物もお前の仲間になることがある。そう、魔物の心を入れ替えさせるマスターのヒゲスカウトを使えばね。やり方は簡単だ。戦闘中スカウトを選んで仲間にしたい魔物を選べ。なんか殴れ。行きましょうか。さあ、うまくいかず相手を怒らせてしまった時はその戦闘に勝って次の相手にトライだね。まあスカウトアタックどんどんかましていきましょうか。肉じゃねえのかよ。いや、肉もね使って、あのスカウトアタックは確かできますよね。肉を上げるとなんかスカウトの成功率がちょっと上がるんでしたよね確か。よし、それじゃあスカウトアタックね試してみましょう。おらー、頼む、友達だろ。来た、スカウトパンチ。やばいやばい、強いぞ。さあ 65%、 これはいけますね。さあこれ、あ、スカウト失敗。怒った、怒っちゃったよ。やめてよ。さあスカウトはね、あの怒ってしまったらもう使うことができないんですね。今回倒しましょう。さあデビルパイ、なんとか仲間に、ね、なるまで頑張って厳選しましょう。ダメだな、 65% で仲間ならないのは辛いもんがありますね。ねえ、行くか。 65% で失敗とかね辛いよね。そう、 3% で成功した、まあパーセンテージなんてね、もう飾りですよ。あ、俺このパインとか嫌だ俺、あいつがいい。え、ねえねえお兄ちゃん、どこに行くの。え、厳しいな、厳しいな、このゲームスラッシュ厳しいな。まずは仲間にしろってこと。はい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 、わかりました。じゃあまずはスカウトしていきましょう。ガンガン、はい、こいつ強制加入なのね。パイナップルくん、パンチ。さあパイナップルアタック、敵中。さあ来るか来るか来るか、失敗。様子を見てる。まだまだチャンスある。これね、様子を見てるってことはもう一回チャンスがあるってことですね。もう一回行きましょう。スカウトアタックお願いします。頼む、アタック頼む、53番で頼む頼む。よし、見事成功。さあ、名前を決めてくださいね。ね、デビ、なんか名前すげえつけのめんどくせえな。デビッパ。デビッパだけでいいや。はい。
や最高だ、ダイダラ。やっぱお前マスターの才能がある。デビダラの方が良かった。全部ダラってつける、強そうじゃんね。仲間が増えて見栄え良くなったし、ようやく俺も一安心だね。その調子でダンジャン魔物を仲間にして、じゃんじゃんそいつらを強くしてくれね。それずっと続けていけばお前もすげえモンスターマスターになれるはずだ。テンション上げたらスカウトしやすくなるの？マジで？それどんどんかましていこうぜ。よし。おお、そうだ、ドラゴンスライムに頼めば傷を癒してくれる、覚えとけ。マジか、ありがとうございます。よし、おめでとう兄ちゃん。それじゃ探検続けましょう。あ、向こうに見える宝箱かな、先行って待ってるね。おい、お前モンスターいないだろ。待て待て待て、危ない危ない危ない、大丈夫か？なんこれ、びくともしない。これってなんかモンスターの技とか強いモンスターで壊せるっていう感じなんでしょうかね。今後なんかいろいろ変わっていきそうですね。よし、こいつ仲間にしようぜ。来たぜ、怪力。それポケモンやないか。いいよいいよいいよ。あれこいつ好き、花川セミ好きなんだよね。一回ちょっとテンション上げる、みんな。いやいいや、これ二人いたら絶対いける。スカウトアタック、俺の友達になろうよ。来た、友達来たぞ。友達なってる、来てる来てる、友達なりそう 100% なるしかないじゃない。よし、さあ新しく仲間なったモンスターは花川セミですね。花だらなんか風邪ひいてる俺みたいな感じじゃない、ちょろい。あ、ウェイズ、ヒノキの棒手に入れた。なんだこれ。あ、それって魔物が使う武器じゃないかな。お兄ちゃん、お宝発見ね。魔物に装備させるんだ、武器は。なんかこれがこの 3DS 版のテディワンってか、ドラゴンクエストモンスターズに入った新しい要素ですよね。モンスターに武器を装備させる。ね、なんか変わった要素ですよね。じゃあそれスライムにヒノキの棒装備させておきます。よし。オッケー、それじゃあ行きましょうか。どんどん行こう。前からあったっけ、昔からあったっけ、これって。一個前作からあったよね。前作っていうか、テリーのワンダーランド 3DS から。よし。ここで行き止まりみたいね。すげえ狭いとこだったな。帰ろうぜ。なんか、割れ目がある。さすがに穴の向こう側行きそうにないな。なんかいる。うおお、う強そう。え、お兄ちゃん今の見た？何あれ大きな目。一体この城に何があるの？初代から武器あった。あ、すいませんでした。ここ登れそうだよ。どこに繋がってんのかな？もしかしたらあの目玉の主が。ねえお兄ちゃん、怖いけど行ってみよう。行ってみるか。ちょ、なんか、あれですね。SE がなんか、いい感じに決まってませんね。ちょ、オプションをちょっと設定しようか。BGM ないのか。よし。ちょ、一回待ってください、皆さん。タイトル画面戻りますね。で、コメント見てますよ。あれ？ちょっと待ってくださいね。設定とかないんですか？これ、オプション的なやつ。BGM の設定変える的なやつ。少々お待ちくださいませ。あれ？どこだろう？作成変更とかないかな？ないかな？ここなんか SE ってここならないの？なるよね、普通。なんだろう？タイトル来てたよね？なんでだろう？配信の設定がおかしいかな？ちょっと待ってください。少々お待ちくださいませ、皆さん。ね。よし。あ、やっぱあれだ、なんか BGM のバランスが悪いんだよね。えほら、鳴るでしょ、鳴るんですけど、なんか他の BGM がでかすぎるんだよね。えここは鳴るんだけど、鳴るんだけど、また BGM 爆音が来るかもしれません。あれなんでだろう、この爆音バランス悪いの。これ爆音爆音爆音、これ BGM 爆音になっちゃう。まあ、ここは俺が頑張って指で調整していきます。広いね、ここなら大きな魔物でものんびり暮らせそうだわ。すごいことになってるこれ。あ、お兄ちゃんあれ、荒波タワー。
え、どうしたのお前、大丈夫？おいおいおい、大きい竜か？これがなんか新しい今回の目玉モンスターってやつでしょうか、これスタウトする？ 0.1% とかじゃないかな、パーセントたまんのか、そもそも食べられちゃう。どうする？あ、なんかくれた。え、卵？え、どうしよう、目玉焼きにしようかな、ゆで卵にしようかな。間違いなくこっちの方へ逃げたはずだ。どこ逃げた、あの白い竜め。お前の目は節穴か？その子を頼んだぞえ。茶虫にする、いいね。いたぞ白い竜だ、今度こそ逃がすな。え、何があったの、何だったの。え、こいつもしかして、まさかまさかまさか、こいつは何が生まれるんだ一体。嘘だろ。うわ、魔物よ、これ魔物の卵だったんだ。